一銭養殖を売り物にしている、店舗例、京都市東山区の和手通り、市場上,上がる一銭養殖は、水に溶いた小麦粉にネギなど乗せて焼いた鉄板焼き料理。養殖焼き、一銭焼き、ベタ焼きなどとも呼ばれる。大正時代の近畿地方の駄菓子屋では、水で溶いた小麦粉に、刻みネギやわずかな肉片などを乗せて焼き、ウスターソースを塗ったものが、養殖と銘打って売られていた。 当時は小麦粉やソース自体がエキゾチックな食材とみなされており、お好み焼きのルーツの一つとされる料理である。東京のどんどん焼きを起源とする説もある。神戸では同種の料理を肉店と呼び、洋食という言葉は使用されない。洋食焼きは当時1枚1銭で売られていたために、1銭洋食と呼ばれるようになった。具材はネギ、千切りキャベツ、ひき肉。 筋肉、こんにゃく、かまぼこ、もやし、魚粉、豆類、天かすなど多岐にわたり、店や時代によって様々である。洋食焼きは、戦後も、10円焼き、50円焼きなどと銘打って、店舗の軒下などで作られてきた。岸和田市のか市民焼きや高砂市の肉店のように、現在も一線洋食系統の粉物料理が作られ、続けている地域もある。 開古的に商品化された京都市の一線洋食やネギ焼き、キャベツ焼きのような例もある。また名称はお好み焼きに変えたものの戦前と同じ様式で作り続けられている地域も少なくない。広島では戦後洋食焼きをベースに独自の地域的発展を遂げ、広島風お好み焼きが誕生した。2013年8月16日 JB プレス。 関西風のルーツは東京だった。下流会と切り離せないお好み焼きの始む名機種の期限2015年10月8日、ウェブ歴史街道広島 VS 大阪お好み焼きのルーツ、あと、中国新聞お好みステリー。ありがとうございます。